全く意味がわからないっていうね。でも今紅生姜でしょ、うん、ジンジャー効いてるから美味しいかも。どう、あの紅生姜、紅生姜ジン、紅生姜当たった当たった、うん、やっジンジャーじゃないですか。ジンジャーなんかほんのり紅生姜、なんかあの紅生姜、うん、紅生姜、確かに紅生姜です。お弁当、紅生姜ついたお弁当箱の中にジンジャーエール、それぐらいの感じ。例えば回してあげて紅生姜、後味が紅生姜、うんうん、あー確かに、ね、紅生姜でもね、後味がね。他の方はいらっしゃる？いや、いや紅生姜飲みたい方、あ、じゃあいいです。紅、いろいろあるけど紅生姜、紅生姜飲みたい方って、最後紅生姜、紅生姜、最後紅生姜な。あー、紅だね。紅としか言いようがない、うん、紅生姜でしたね。どこまで行っても紅生姜って買っちゃうんだよこれ、はい、あ、色ついてなかったら普通の神社に感じるかも、うん、あー、面白いね、色ついてるからそう感じる。先入観で、紅でした、色効果え、杉型かな。あんなんだよ、駅というか、ただの家でここあの女のハウスで言ったらおかしないこれ。あの女のみかんがどうみかんがちょっと落ちてる。ここ駅がこっち側ですと何も書いてない。これ帰るとき迷いそうな。今年はあの、矢の外がいるんで。
テレビとしては機能する。あ、そういうことか。ならゲームできる。だからこれが100円を入れないと説明が見れないよっていう話で、テレビ自体はテレビは電源ついてる。そのリモコンでいくのかな。こっちやわ。こっちだ。一番早いね。あの胴上げしないとか。そうそうそう。あでもなんか振り出したようにスーパーとかあれスーパーがあれがスーパーだよ。ああ確かにスーパーあるか中野川じゃない、こっちの方にある建物あれ。ちゃまちゃんだけは普通に加工せずに数分ける、うん、まあ、まあ、関係ないからね、それはもうそれはもうこれつなぎも、あーはい、乾杯乾杯です。つなぎもの音はい、ここからは、じゃあ刺身も解禁します。そういいね、もういいよここにあるもの全部食おう。さあ、ちょっと待ってね、なんかついてる。アジなめろうのタレ、じゃあ、タレはいい。じゃあ、パンポポは募集パンポポ募集パンポポ募集なめろうのタレは上にバーってかけるのかな。かけちゃいましょう、うん、かけちゃっていい。せっかくだしね。じゃあ引き続き醤油はこちらを。美味しそうなエフェクトをかけてください。さあ、おや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 これはあーそういうタイプ。上に乗せない方が良かったかな。いや、まあ、取りたい人は取るとか。よし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 。何でしょう。あんまりとろーって感じになるかなと予想していたら、なんか味噌っぽかった。あーいいですね。あさあ、この酔いがカルタにどう影響するね。非常に楽しみですね。これ飲んでる人はカルタもう終わりでしょう。よし、甘い声いこうか。甘い声を甘い声でいこうな。俺今ただあの酒飲まないのと甘い声、うんでするんであれば超える方がいい。酒飲まずにやれない。あの思ったよりね、消えてくつビールが早い。そりゃそうよ。急にここにもう全員何集まってるか。いや全然足りなかったわ。びっくり。いや足りないですよ。これは足りないね。角度が。え？強いそあーそれは強い、それは強い、強い完封してる。それは強い。だからこそスナック菓子でいくんでしょうね。ポテトチップス開けちゃいますよ。いよいよいちゃいたい。パーティー焼きでいいですか。パーティー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 焼き、大人数の時に出るワインだから、リアリないんじゃないかな。この大根もちょっと誰か処理をしてるね。処理っていうとね、僕がゴーするんですよ。大丈夫、いくら食べても太らないから。本当や、こっち健康食。ちょっと弁護の一口でいいですか。普通に酒は好きなんですけど、うんうん、量が飲めないんですよ。飲むのは好きなんです。消しましょう。下に。下に。味の違い分かりそう。あ、やってる。ゴミが。分かった。麦にや。どうだ。ね。いや。だろう。一応ジャンル同じだから、これ余った。あ、飲み比べて。ありがとうございます。全然違う。違いますね。本当に。あ、結構違う。ビールの酸味になって本当に。そうそう。麦っぽい。麦っ系の酸味がすごくですね。いいですね。なんか本当にあからさまに違う黒ビールとかエール系のビールとかだと味の違いが出てくる。こっちいっぱい入ってたから。このラガー系で飲み比べると、うん、違います。こちらのすごい飲みやすい。こちらの中には全ての標準と。どうしますか。
マイプッシュ。はい、ゴー、ゴー、ゴー。ゴでもはい、あの、いざとなったらあのウイスキーも買ってますんで。そんなんじゃないかな。そんなに言わないで。いや、俺、ね、つまみなくても、バルのなくてもウイスキーでいけるんで。なんだろう、香ばしいというか。ちょっと苦味っていうのか、ちょっとローストしたような苦味だね。これはもう完全にジャンル違う。あ、本当全然違う。全然違うけど、これ大丈夫なのかな。大丈夫じゃないですかね。カルタはもう、カルタはもう覚悟決めた人だけ。いや、俺は飲んでも勝つから。そこ降りたら確か文化するんじゃなかった。いや、それの前。前。さっきね、よく置いとるね。この上の部屋の左行った、右行ったところじゃない。完全に。うん、僕もこんなステージはあったっていうのを覚えてるけど、うん、全然わからん。そう。何周したと思ってるの、我々。まあ、データ消えるしね。データ消えたんだろうね。スーファミやってたらすぐ。だから実際何回もやってる。データが消えないんですよ。体が覚えてるよ。あのセーブデータが消えてもお前の腕前は消えないってやつだから、まあ、なんかジビールとか海外の小さい醸造所のビールとかだとこういうメール系がいっぱいあるということで、俺もいただきます。いやー、あんなにやったのにやー、もうなくなった。あともうおつまみとしてパン食べるしかない。柑橘系が入ってるからか。いただきたいです。ああ、いい香り、爽やかな香りがすごい風味がスッと柑橘系のぐらいの、あ、ちょっと渋みがなんか、どれどれ、あ、まだ飲んでない。匂いがいい、匂いがいい。香りがもう爽やかっすね。ちょっと苦味が強めだから、うん、ほんとだ、苦味強い。うん、すごいビールの力強い感じ。ビールの苦い、ビールの苦いっていうとなんかこう麦っぽいというか、ああいう系の苦味を想像するけど、これどっちかというと本当ガッツリですね。なんかすごいな、フルーツ系の苦味、うん、これは渋みにそういう近いですね。これはうまいですね。これは美味しい、最高だ。ティーン最高だ最高だ。あれ、なんかちょっと好みが分かれるかな。おかきにした音が聞こえたんですけど。お、これの味。おお、おかきにする。そこまで覚えてないな、俺は。さあ、おっきい行くぞ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 、そう、そんな感じで行くぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。